俺の名前はセス。闇の刀剣組織を運営しているアメリカのギャングだ。俺がボスを張っているのは闇の地下大会バッドドッグス。やれ倒せ、首に噛みつけ。カラビルを曲がりして非合法な刀剣試合を組んでるんだ。噛みつき合う屈強な犬たちのド迫力な刀剣熱狂する観客、かけられる大金、まさに現代版のコロッセオだね。チャンピオン剣同士のタイトルマッチではその掛け金は1000万円にも上る。よっしゃ勝った、そう、お金返す。まさに地下刀剣は一大ビジネスなんだ。俺はこいつで荒稼ぎさせてもらっている。今回の売り上げも上々だ。今日は闇の刀剣組織、その実態を教えてやろう。大会を運営する俺は刀剣のブリーダーでもある。よーし、お前ら今日も特訓だ。最強の刀剣を育てるため常に十数頭の猛剣を飼って訓練している。中でも最強の剣種はこのピットブル。こいつは戦うために品種改良された犬なんだ。テリアとブルドッグの交配で生まれたピットブルはテリアの闘争心とブルドッグの筋力を兼ね備えている。まさに生まれながらの戦士だ。最強の刀剣にするため子犬の頃から訓練を積ませる。さあ戦士に生まれ変わるんだ。戦うための無限のスタミナと筋肉をつけるんだ。ステップもガンガン打つ。強靭な顎を鍛えるための訓練も必要だ。よしよし、凄まじいパワーだ。よく訓練された刀剣は一度噛みつけば専用の器具を使わないと剥がせないほどになる。きつい訓練を耐えたご褒美はこいつだ。よし、好きに食え。ビーフを丸々食わせるんだ。食事自体がトレーニングだ。だが厳しく訓練しても刀剣になれるのは一部の優秀な犬だけ。逃げるじゃない、最後まで戦うんだ。怯えて逃げ出すやつもいる。そういう犬は使い物にならねえ。厳選した刀剣は試合前に歯をヤスリで尖らせて邪魔な耳を切り落とす。うーし、いい感じだな。人間の喧嘩でも坊主の方が有利だろう。あれと同じ理屈だよ。そうして試合の直前、最後の仕上げで弱い犬と戦わせる。相手は文字通りのかませ犬。刀剣の闘争心を引き出し自信をつけさせるんだ。このウォーミングアップ用の犬を俺たちは餌犬と呼んでいる。もともとは刀剣だったが、弱って引退した犬は現役選手のアップに再利用するわけだ。この入念な訓練と準備の結果、またセスの犬の勝ちだ。すえ、俺の犬は相手の息の根を止めるまで絶対に止まらない。最強の刀剣と化す。犬が勝ち続ければさらなる金になる。セス、あんたの犬を繁殖させてくれないか。いいぜ、交尾1回で1000ドルだ。強くて優秀な犬を欲しがる奴らは多い。こいつを繁殖させてまた大儲け。だが、どれだけ強い犬でも刀剣では怪我を負う。おお、セス、またか。ジジイ、頼むぜ。治療はもちろん動物病院に頼むぜ。当然だよな。だが、こいつらは動物版の闇医者。俺たちギャングの息がかかっている。またひどい怪我じゃんな。頼むぜ。報酬は弾むからよ。金を握らせて違法な刀剣に目をつむらせているのだ。こうやって荒稼ぎしていた俺だったが、その日は突然やってきた。 FBI だ、全員手を挙げろ。な、賭けで負けた客が垂れ込みやがったんだ。アメリカの全州で刀剣は違法。俺たちはあっけなく逮捕された。ジャックさ、捕まれば5年以下の懲役、長期刑は確実だ。家宅捜索では刀剣数十頭が保護された。こんなにたくさん、なんてことだ。だが犬にとってはこれが不幸の終わりではない。ほとんどは殺処分されるだろう。訓練された凶暴な刀剣はとてもじゃないが一般人の手には負えない。里親を見つけるのは非常に困難、いや不可能と言ってもいい。その後俺は余罪が次々と明らかになり、長い懲役を食らっちまった。クソが！だが俺一人を捕まえても何の解決にもなりはしねえ。刀剣ビジネスの闇はもっと深いからな。